メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が全国の小学校にプレゼントした野球のグローブが三島市にも届き、今日児童たちに手渡されました。大谷翔平選手のグローブは三島市内の14の小学校に届き、このうち徳良小学校では今朝5年生およそ70人の前でお披露目されました。皆さんにメッセージでした。野球しようぜ、大谷翔平選手です。はい、ありがとうという意味で拍手をしましょう。5年生の児童代表の3人はグローブを手渡されると、かつて高校球児で韮山高校で監督も務めた豊岡武市長などとキャッチボールをして、大谷選手から贈られたグローブの使い心地を確かめていました。今まで野球やったことがなかったけど、野球をやろうと思いました。グローブを初めてはめたんですけど、楽しかったです。徳良小学校ではグローブを展示した後、授業の中で使っていきたいとしています。